江戸時代三大改革のお話です。今日観点、吉田松塩水。今日観点っていうのが、江戸時代の後半にある三つの改革を示してます。教法、管制、天保の改革ってやつでね。ちゃんと順番通りにこうやって起きてます。で、吉田松塩水っていうのは人の名前からもらってるんですけども、やった人とその他を紛れ込ましてあります。教法の改革やったのは徳川吉宗、米、成功。で、次が田沼意次ぐの政治。え、改革はやってないけどえ、株仲間を推奨して経済を活発化させた人ですね。関の改革倍 松平定信奸役礼とかねこういうのを出してちょっと失敗しちゃった人です次は大塩平八郎大阪で貧しい農民のために頑張って立ち上がったんだけど負けてしまいました残念天保の改革は水野忠久に株仲間を解散させて無理やりいろいろ自分でコントロールしようとして失敗してます絶対この頼むを引き継ぐと水野忠久には株仲間の是非をめぐって喧嘩してたんだろうなぁと思います同じ時代に生きてたらね共感点吉田松潮水覚えてみるといいことあるかもしれません